トークワールド。さあ、ということで、うん、何やった？あんま回ってるよって、地球だから、ワールドだから。回ってるよじゃねえよ。そう、そういうね、やつです。さあ、今回は、有吉の壁。あ、出ました。について話そうかなと。はい。いやね。長い道のりでしたね。ですね、はい、あれ最初が2018の9月23怖っ、なんで覚えてんだよ。調べたからだよ、喋るためにあの特番時代に深夜ね、そう、深夜の特番時代に1回お邪魔させていただいて、一般人の壁もで今でいうブレイクアーティストの壁、どっちも参加させてもらって、一般人の壁、全カット、全カットで、ブレイクアーティストの方フル行きという、地上波ではオープニングでこうやってるだけっていう状態がね、2018年の9月23日あって、うん、そっからもう1回レギュラーになりました、うん、1回も呼ばれずに今回4年ぶり、4年ぶりにで、あのなんでまず有吉の壁に今回出させていただくか、うん、になったかというと、うん、要はその前に俺が有吉ゼミの激辛のロケで、うん、なアンケートが来るんだよ毎回、うんうんうん、何のために頑張りますか、うん、どうしますかみたいな感じで来た時に、日テレの有吉さんの番組にハマってないっていうふうにアンケートで書いたわけ、うん、はい、で有吉の壁に出たい、うん、これ完食したら出してください、はい、っていうとこからいろいろ始まって、で完食してでお邪魔させていただくっていうね。よく食べたよ。いや、マジでよく食べた。試食したけど、ドリア、ドリアかな、ドリア的な激辛ドリア、うん、俺もう無理、俺か激辛一個無理なの、うんうんうん、よくあれいったなっていう、もうあれも一瞬ぐらい食べたね。それもその青唐辛子っていう、青唐辛子や、分かったよ、それが2ですよ、一気にいってな、で、うわーっつって、じゃあ頑張りますかみたいな感じで、うん、で、お邪魔させていただいて、本当ね、どっから話そうかね。いや、嬉しかったね。で、今回お邪魔して4ネタ本当はやらせてもらったんだけど、うん、オンエア2ネタ、2ネタ、うん、4ネタやらせてもらったんだけど、全部一応丸もらって、丸もらって、でも変わらない部分で言ったら、うん、まずあの早朝から、あ、まあまあそれはね、うん、朝めちゃくちゃ早いっていうのがあって、独特の車内、まあ確かにバスの車内、みんなやっぱね、ちょっと緊張するんですよね、うん、まあ、変な緊張感があって、で行って準備までも短いんじゃない、短い、すぐで、思っその、オンエアされたのが、うん、野田さんとコラボしたやつ、やつと、まあ俺ら2人でやったトム・クルーズのやつ、うん、それ以外に、俺ら2人でやったネタが1個と、もう1個俺だけ、いや岡山県人会みたいな感じで、うん、秋山さん、かたまりさん、俺で、かぐやさんのお二人、うん、もぐらさんだ、うん、で、もぐらさんだけ、もぐらさんとかやさんが岡山じゃない、うん、で、岡山の人間にしか魚を売らないその魚の店主たちっていうコントをやって、うん、で、広島弁の、かやさんが来て、うん、最初岡山人だと思ってたから接してんだけど、あのバリとか言って、うん、あれ？こいつは広島じゃんみたいになってボコボコにするみたいな、うん、面白いよな、めちゃくちゃで、それを見てるのが有吉さん、広島出身だからみたいな、そういう色々ね、うん、で、最終的にもぐらさんがなんか変な格好をして、うん、ピヨピヨピヨって、うん、ピヨ魚くれじゃん、うん、で、岡山人だっつって売る、あ、いや、変なやつにはもう売るのかよ、岡山人だったらみたいなネタをやったんだけど、それはカットになった、うん、まあ、尺もある、いろいろあるし、ね、そうそうそう、全部面白かったと思いますよ、やったやつは。だからもうそれとかも待って1ミリも合わせてないから、すげえな、野田さんのやって、その後すぐ岡山県人会のやつ行ったから、うん、もう何ネタ5ネタぐらいしか間がないんで、そうだから本当にダッシュで行って、そう、俺らはその岡山のネタがあった、その次のネタは俺らでやるから、そう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 、ここまでも時間ないんだよな、時間ない、ダッシュダッシュできてな、うわこんなにタイトだったっけみたいな、しかもギュッてしてるから、あのカメラに見切れないようにっつって、なんか遠回りしていかなきゃダメだった、動線があってぐるぐるしてんだよね、そう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 、ぐるぐるしてる動線、こう言ってください、ここで写真があってこちらやります、うん、いやでも確かにこんな感じだったっけなとか思ったな、うん、2010… 感じだったっけな、まあそうね、うん、1ミリも
だから覚えてないの？覚えてるよ。みんなで歩いて回ってでしょ。回ったやつで大学だからでかくて、うん、ウケると思ってたな、うん、そのやっぱ打ち合わせの段階から1回目ダメだったなって俺は思ったよ。うん、そのまずその理解してなかった。そう、こうどういう番組かどういうことをするのかっていうのを理解してないから、うん、その俺らが1回目に出た時にやったやつがツッコミ道場っていうやつで、もうダメですよね。要は机の上にいっぱい物が置いてあって、だからまあ言っちゃえば、まあこう、これは無理だけど、こうじゃあ、ライターが置いてありました。うんうん、で、これに、俺がツッコミの師範代みたいな。で、俺が顧問の先生でみたいな。で、有吉さんが入ってきて、しおりさんが入ってきて、こんにちはみたいな感じで、うっすみたいな。うっすみたいな感じで。こいつはもうツッコミ道場の若手のね、もう新進系のエースなんですよ。何でもツッコみますよ。有吉さん。ボケてくださいボケてくださいじゃないとか、あります。これはダメだ。じゃあこの中にあるもので気になるのあったら突っ込みますよみたいな。で、まあ、交えちゃったんだよね。そう、だからあれってコントをやんなきゃダメなのに、 そこにいる人たち、そう、いや、これライター置いてあります、うん、どうですか。で、有吉さん、あ、ライターで、うん、って言われて出て、いや拷問器具の108個目ぐらいのやつの、あの今の拷問器具の108個目は出てた方ですよ。もうその時はもう本当に、いやー何これとかみたいな、うん、そのいや分かんないやつやったのに、やってるのがすかしっていう、もう最低の最低やって、うん、で有吉さんも優しいから滑ってんだけど、じゃあこれとか言ってくれるって優しいから、全部ダメで泣けるか、全部ダメ。なんか俺が一個言った記憶があるのは、なんか、いやゴッホが描いた佐藤しおり言ってた。なんか絵があって、油絵みたいなやつが、女性なんだよな。でも女性っていう共通点だけで、あのしおりちゃんショートカットでこっちロングカットだとかもう何も合ってない。あとそのいっぱい物があった中で、これとこれとこれは用意しておこうって言ったやつじゃないのがあったっていう不安、うん、要はちょっと前目に置いたんだよね、それをね。でも後ろの方を刺されたりとか、もう有吉さんはここにあるやつは違うってなって、そう、後ろにもう置いてあるやつとかを指さして、それで俺がもうできずにみたいな、交えちゃった、交えちゃったからこれは無理だってなって、そこ、それが確か一発目、それが一番最初のやつ、一番目にやって、その時のディレクターさんがね、もう申し訳ないのよ、もう本当になんか、いや頑張りましょうみたいな、いや俺マジでホテイソンさん好きなんで、ちょっとこれオンエア貸し取りましょうみたいな、もうめっちゃ熱い人で、それが終わった後もう本当にみたいな。大丈夫ですかこれ。死ぬな、申し訳ないなっていう。で、そこから、3ネタやったんだけど、で、2ネタ目が、これはじゃ あの、ね、一応概要的にコントをするっていうのがあったから、じゃあ、一応自分たちのツッコミは見せましたよね。うん、じゃあ、2個目は、シンプルコントやりましょう。コントやりましょうっつって、やったのが、ワクワクさんのコントみたいなね。そう、いや、ワクワクさんのプライベートみたいな。プライベートみたいな感じで、その美術室があったよ、大学っていうキャンパスの、ね、うん、舞台だったから、その美術室で、俺が覗いてたんだっけな。いや、翔吾は助手みたいな、助手ボロリじゃない助手で、俺がこう作ってて、ワクワクさんだ、うんうん、もうやだって作ったやつを壊す。でもなんかありそうじゃん。ありそう。なんか有吉の壁だったら、なんか振り落ちでワクワクして作って、やだみたいな。いかんせん演技力がないから。演技力がないし、あの場で、あの空気感で演技力ないやつが無理くり馬力出してるから、うん、本当に壊してるみたいな感じになっちゃって、有吉さんが、ああ、全然ウケない。ああ、って全然ウケない。そう、うわこれってなって、俺もなんとか取り返さなくちゃいけないから、うん、やれみたいな感じだったんだけど、もうタケルがそこでもうね、あの空間なかったもんな。なかったね、うん、だからちょっと折れちゃってて、なんかぐらいになっちゃっててみたいな感じで、そうで俺たちのターンは終わった、ノーオンエアだ。で俺はまだ罰でもオンエアされてるのを知ってるから、うん、いける、なんか滑ってる編集でいけるのかなって思ってたんだけど、うん、ちょっとその綱引きのやつちょっと俺もちゃんと覚えてないんだけど、うん、そこでの出来事で、あ、もうノーエアだって思ったことがあって、え、何
その綱引きのとこが大学の書道だったの、うん、で綱引きの方行って待機してたら一個前がタイムマシーンさんでなんかゾンビがだウォーキングデッドみたいな感じで、うん、多分有吉さんとかがガラス張りのとこで中にいてで要はウォーキングデッドみたいな感じで外からゾンビのタイムマシーンさんがあーみたいなするみたいなでやってた時に爆裂に受けてたのあむちゃくちゃ受けてて、うん、あ俺ら何もオンエアされねえわってそこで思ったのああはい、はい、あもうだって全然違うよ受け方がでしょスタッフさんも楽しそうだったのそこの空間はみんなが楽しそうだった俺ねやばかったそれでもう終わりかって思った時に、ね、ごめんなさい誰か太田プロのさ解散しちゃった優しいアメさん、うん松崎さんがホテイソンやろうよって言ってくれたんだね、うんうんうん、でたまたま俺その時ちょっと短めの質問だったから、うん、タモリさんいける、うんうん、俺タモリさんの格好してそれも見合わない松崎さんがあのもじゃもじゃのさ、うん、いるじゃん横に三浦淳みたいな、ね、三浦淳さんみたいな人で俺がやってて、うん、あ聞こえるねはいもう聞こえるねしか言ってないはいはいはいああ言ってるかなうん聞こえるねみたいなオチがないっていうああはい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 にタケルがいるから有吉さんはもうそれはタケルに振るじゃんか、うん、あこれなんて突っ込んだみたいなそんなあったっけあったでタケルが何も出ず一番滑ってたよ地球で本当にあの瞬間あの日でしょもういやあの確かにあの日は一番滑ってたでスタッフさんも話したんだよこれそう覚えてますっつってってか向こうはむっちゃ覚えててくれって向こうはあの本当に俺らが出だしだったから、うん、これを流すとホテイソンが損しかしないから、うん、っていうので優しさで向こうは全部切ってくれたんだってそうありがたいよねでそれをだからそれがゼミの総合演出の人でもあり壁の総合演出の人もあったんだけどその人がもう優しさで切ってくれたのでもその人言ってたよあの終わった後別々に喋ってんかいその人と あるなって言ってくれたあるなオンエアあるぞああそれは嬉しいねそれは嬉しかったよ、うん、やっぱり2かな2いや3いけたら3いくかもな2やったらいい方ってみんな言ってたその秋山さん花子さんが控えす前で、うんうん、正直さ本当にその今の感じが分かんない、うん、だから秋山さんにめっちゃ聞いてた聞いてたよなそうこれ荷物ってこれなんか全部自分らのコント衣装が1個にまとまってるやつがあってそれをみんな持っていく、うん、これって持ってくるんですかって持ってくよって秋山さんあれはしおりちゃん発信で有吉さん判定はって言ってくるんですか言ってたなじゃなくてこっちの判断でやるんですかいやまあどっちでもいいんじゃないまあそのじゃあそのもし俺らがオチですってとこで来なかったらどうしたらいいんですかそしたらまあ適当にはけたら終わりって感づいてくるよみたいな話をしてたら秋山さんが嘘でしょみたいなお前らって出たことなかったっけみたいやそういや俺出たことなかったっけ本当にビクビクしてたから2人がそうどうしよういや1回あるんですけどノーエアでちょっともう買っても4年間空いてるんで分かんないですわかんないですそれはもう全部いろいろ教えてくれたで秋山さんが終わった瞬間にはけたら何かが終わるからって言ってくれたのでアキネーターがあれ落ちどころがわからないって時にタケルがはけたんだよなそうもうそれを聞いてたからそしたらあ笑ってくれて丸をもらったあれがもしなかったら、はい、ワクワク臭しプンプンしたぞしたねあれはね同情臭がしたねうんプンプンしたあれだから俺それ聞いてたからはけたうんそれ聞いてなかったらやばかったよね、この4年間、まあ、いろいろ、まあ、経て壁、いや、ありがたい、嬉しかったねオンエアの壁を越えれたっていうね確かにねこれは本当にだブレイクアーティストの方に行きたいねブレイクアーティストは一回俺らがやったのは俺が黒子で太鼓をポン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 って叩いて DJ 歌舞伎、ね、DJ 歌舞伎ってポン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 コンビニにツナマヨがなかったけどポン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 豚キムチがありました。良きかな。
っていう、それはむっちゃウケたね。そのあれってなんでかっていうと、ブレイクアーティスト一発目なんだ。そうね、一発目。そう、そこで TT 兄弟さんが生まれた。そうだからみんなわからない、しっかりしたものも受けるし、でも滑るしみたいな。で、俺たちだけなんか DJ 歌舞伎っつってラジオの DJ で、うん、お悩み相談のハガキが来てますね。勝負が読んで、うん、で、よきかな、で、その後なんかアドバイスするみたいなネタで、要はよきかなの3つ、3連、うん、もうそれが受けたよね。うん、それはね、あの受けたらそのちょうどよかったなと思うんだよね。確かにね、出番もちょっと若干早めで、うん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 、雰囲気作りのやつらとしては、うん、いそうだなみたいな。なんかまあでもそのそうそうエンタっぽい、そのなんかその時特に言われてたよね、うん、エンタっぽいやつ やりませんかみたいな、みたいな感じで。もちろんいないよ、あのクオリティー。いないけど側はエンタっぽかったよね。そうそう、ぽさがね、ぽさがあったよねっていうことで、なんとか行けた。ちょっとまたね、お邪魔させていただけたらね、お邪魔させていただきたいね。本当に楽しく、まあ本当にね、いやあれはでも帰りは気持ちよかったね。でもね、まああの本当に気持ちよく、あれ帰りネタ合わせしたっけ。した、あの後した。え、ネタなんかした、新橋ついてなんかやったよ。あ、メロンソーダ飲んだっけ。俺ミルク飲んだもん、その日珍しく。そうだ、思い出した、こいつミルク飲んで、ミルク飲んでるって思ったんだ。おいおいおい、いや、これね、皆さん、あの俺今変なこと言ってるなって思ってるでしょ。でも俺はあんまり変なこと言ってるなって思わない。思わないんだ。なんでかっていうと、俺こいつと出会ってからアイスティー以外を飲んでるとか見たことない。そう、俺喫茶店は基本的にアイスティーしか飲まない。で、アイスコーヒーの日がたまにあった時は、あ、今日お前アイスコーヒーなんだなって。タバコ吸ってた時ね、めっちゃあった記憶があるんだよ、うん。でも、ミルクの時に俺は思ったね。あ、こいつアイスコーティー、アイスティーじゃなくてミルク飲んでんだ。って。噛むな。噛むな。アイスコーティーって言ってた。ブレンドされてたわ。はっ、カラハハハ、やめろよ、お前。本当に。あの日はなんかミルクで湿った日というか、なんかそうか、メロンソーダみたいなの飲んでたかもな。この時どうしたかな、いつも通りのやつじゃなかった。この時どう思ったの俺が。いや、俺あのいつもアイスコーヒーじゃん、うん、俺アイスコーヒーじゃなくてメロンソーダ飲んでんなって思ったよ。もうはっきり言えちゃダメなんだね。うん、どう思ったのか出てない。俺だから一回も見てない、壁は。見てなかった、正直。俺はたまにこう見たくないけどね、つけちゃってね、チャンネルをしたら見るじゃん、うん、面白って思って。まあね、だから俺はもう一回もレギュラーになってから見てない、正直。こんなに楽しい番組なんだって、和やかじゃん、うん、もう見れなかった、地獄を見たから。あと日テレ系、最近呼んでいただけるけど、日テレ系のテレビをあんまり呼ばれてなかったじゃん、うん、この M1 出てからの時期、うんうん、呼ばれても本当に1ヶ月に1回呼ばれるかとか、うん、って感じだったから、ちょっとで最近ちょこちょこあるじゃん、うん、だそれは嬉しかったよね。嬉しかったですね。だ四千頭身とかさ、まあなんだあれ、後部維新、あはい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 、とかすげえなっていうね、ね、本当に武道館できちゃったわけじゃないですか。やってたね、うん、いや俺ら無理かなとか思ったけど、よかったですね、呼ばれて。いや、よかったよ本当に、うん、とりあえず続けてね、また一ヶ月先とかでもいいから呼んでいただけるようにね、なんかね、できたらいいですね。頑張りましょう、うん。あのまだ見てない人はね、あの TVer であの水曜日まで見れますんで、うん、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いいたします。はい、フルとかも多分配信されるよね。かぶってます、はい。あとオープニングが YouTube あるんで。そうだ。あとオープニングもね、YouTube で出てますんで。はい、だから、フルってあの削られたネタとかも入ってんのかな。あ、なんか入りそうな感じするよね。確かに。下手したら、岡山回も見れるかもしれないし、アキネーターも見れるかもしれない。なので皆さんよかったらぜひ見てください、はい、ということで、トークワールドでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。